はい、どうも。今回ですね、ラティアスの入手方法を紹介します。まずはおやつおやじに話をかけます。でラティアスは、スカーレットだとサークルミッション限定のポケモンで、バイオレットだとブルーレック10回達成報酬の限定のポケモンとなってます。でラティアスのおやつをもらったら、パルディア地方に行きます。パルディア地方のこのここですね、南4番エリア、モノミノ島へ行きます。で南4番エリア、モノミノ島に着いたら、この下ですね、ここにラティアスがいます。で早速向かいます。でそこまでちょっと早送りしちゃいます。もうここずっとまっすぐですね。でここをあとは降りるだけです。意外と小さいんですね、ラティアス。というわけで以上となります。ご視聴ありがとうございました。